台風14号の情報をお伝えします。まず予想進路図からご覧ください。台風14号5時現在の推定位置ですけれども、八丈島の南およそ130キロの海上に中心があるというふうに推定されます。この時間すでに暴風域はなくなっていまして、黄色い円強風域のみとなっています。この後ですけれども、進路をだんだんと南寄りに変えていきます。そして12日明日の午前3時までには熱帯低気圧に変わるというふうに予想しています。これに伴う雨雲なんですけれども、現在はこの八丈島とその周辺に活発な雨雲がかかっています。この後だんだん台風離れていく方向なんですけれども、朝のうちぐらいまでは激しい雨に対して注意をしてください。で、加えて雨が止んでからもまだ警戒が必要となりそうです。こちらが現在の土砂災害の危険度を表した図なんですけれども、こちら三宅島ですね、依然として極めて危険レベルとなっています。三宅島や三倉島はすでに雨のピークは超えているんですけれども、昨日降った大量の雨がまだ土の中に残っているというふうに推定されます。雨が止んでも急な斜面など危険な場所には近寄らないようにしてください。で、加えて風です。風については伊豆諸島を中心に今日の日中もまだ強い状態が続いていきそうです。暴風が吹き荒れるとこういうことはなさそうですけれども、平均風速で15メートル前後、瞬間的には20メートルを超える突風がまだ吹くタイミングがありそうです。夜になりますとこのように弱まっていく予想です。一方波ですけれども、これは広い範囲でまだ要注意となります。で、こちらが今日の12時の波の予想になります。引き続き伊豆諸島では4メートル以上の高波が予想されていますし、東北の沿岸部から東日本の太平洋側ですね、こちらの方も3メートル以上の高波が今日の日中も予想されています。引き続き海に近づくのは危険となります。海に近づくのは控えるようにしてください。